タケどうぞするガイです。考察会トップを取るタケです。よろしくお願いします。皆さんヤマトについてどう思いますか？ヤマトは桃之助ともにプルトンを解放すると思う方は高評価、プルトンを解放しないと思う方は低評価をお願いします。そんなヤマトに関する考察です。ヤマトの母親が判明しました。カイドウの息子って言われてるのがヤマトじゃないですか？そうだね、ヤマトの親って言われてるのがカイドウだからね。まあそうですね、逆はそう考えればそうなんですけど。ってことはカイドウの奥さんってこと？カイドウの奥さんが分かったという考察になりますね。え？まあなんか思い当たる節とかあります？カイドウの奥さん誰だろうなみたいな。ああ、まあだから世間で言うとビッグマムとか。ああ、なるほどね。そうそう、ビッグパンとか。まあ男の人だよね。まあまあいろいろ言われてるものがあるんですけど、はい、まあその中の誰なのかっていうような話ですよね、うん、巷ではカイドウの子供という点も怪しいのではないか、まあ、確かにね、などの声もある、ね、似てないもんね顔、似てなさすぎるんだよね、うん、でも似てない親子なんてまあいるじゃないですか、ね、コブラ王とビビもまあ似てないし、ドラゴンとルフィもまあ似てないし、うん、だから見た目だけで判断するのは難しいなっていうのはありますよね、まあ、ヤマトという存在は一体何なのかとっていうので巷でもいろいろ言われてるんですよね。一つ目はヤマトはカイドウのクローンなのではないかっていうふうに言われてるんですよ。カイドウの血統因子により作り上げた存在がヤマトだという説ですね。クローン技術とかってマッツが作り上げたものじゃないですか、はいはいはい、でマッツに所属していたクイーンがカイドウの百獣海賊団にいるから、うん、その技術を使ってカイドウの血統因子でクローンを作ったんじゃないか、だからなるほどねっていうのは思うんですけど、うん、これに関して僕の意見としてはヤマトは自分のことをカイドウの息子と言っていますが、厳密には女性なんですよね、うんうん、だからカイドウのクローンだとしたら性別が女性になるのがまず僕のとしては違和感なんだ。これ分かりづらいですよ、非常に。だからまあとにかく違うんですよ。そうだね、はい、これはでもね、そりゃそうだ、うん、違うと思うわ。もう一つ紹介しますよ、うん、ビッグマムとカイドウとの間に生まれた子供がヤマト説ですね。おいおい、ああなるほどね、これは有名だと思います。はいはいはい、はいはい、やたらビッグマムがカイドウのことを世話してあげていたことや、魚好み幻獣種モデル青龍という最強クラスの悪魔の実をあえてカイドウにあげているとか、うん、まあそれはなんか好きだからあげていたんじゃないかなとか、うん、そういう風に言われてるんですよね。またお互い年を取り四皇海賊団の船長同士になってもワノ国編の時のように海賊同盟を組み仲間として一緒に戦おうとする点など、うん、カイドウとビッグマムには接点があり恋仲だからそういう海賊同盟とか仲のいいことをしているんじゃないかとかすごい言われてるんですよね、はいはいはい、実際にビッグマムは夫がたくさんいるんですよ、ね、そして子供もたくさんいるからカイドウとビッグマムが結婚して子供を産んでいてもなんだ違和感はないのではないかと。まあ確かにね、そんな色んな人やってればね、そうですね、言い方ね。まあやってるけど、ね、まあやってるけど、うん、ただ疑問に思う点言っていいですか？はい。ヤマトの母親がビッグマムとするなら、ビッグマムは自身の子供は自分の国であるトットランドに住まわせてるはずなんですよ。ビッグマムの子供たちは基本的にみんなトットランドにおり、ビッグマム海賊団に所属しているケースが非常に多いんですよ、うん、かなりの実力者であるヤマトをカイドウの元に置いていく理由ないんじゃないかって思うんですよね。カイドウはヤマトのこと手錠で繋いでもう監禁してたような感じで、はいはいはい、そんな扱いするんだったら私が引き受けるわって言っても不思議ではないですよね、うん、だから違和感なんですよね。考察としてはすごい面白いし濃厚だと思うんですけど、まあちょっと個人的には違うかなという意見がありますね。それらを踏まえた上でヤマトという存在は一体何なのか、これに踏み込んでいきたいと思います、はいはいはい、まず前提としてヤマトはカイドウの子供であることは間違いないと思います。カイドウと誰かの間に生まれたのがヤマトだと僕は考えています、うん、その女性は一体誰なのか、はい、それはアマゾンリリーの先々代女王グロリオーサだと思いますね。グロリオーサ、まあ皆さんご存知ニョンバーですよ。僕がなぜそう考えたかというと、まず1096話で明かされたロックス海賊団のメンバーの中にニョンバーの姿があったからなんですよ。うわ、当然カイドウもロックス海賊団のメンバーが映っているところにいましたと、はい、そこで僕はヤマトってカイドウとニョンバーの間に生まれた子供なんじゃないのかなと思ったんですよね、うん、調べていくといくつも根拠が見つかったんですよ。まずニョンバーについて、韓国が恋煩という病にかかった際もニョンバーも同じ病にかかり国を飛び出し一命を取り留めたと、このようなセリフがあるんですよ、うん、はいはい、ニョンバーも恋をしてその恋煩いが収まらないから国を飛び出したっていうのが分かりますよ、ね、なるほどね。そしてニョンバーが国を飛び出し行き着いた先がロックス海賊団だったんですよね。つまりね、ロック
ックス海賊団の中にニョンバーの恋仲である恋する人がいるという可能性が高いんですよ。ワンピース作中に数多く小田先生は伏線を張っているから、もしヤマトの母親がニョンバーという仮説が正しいなら、ニョンバーとカイドウだったりニョンバーとヤマトの間にも何かしら匂わせるものを描いているんじゃないか、このように思うじゃないですか、うん、はいはい、その細かいものを僕は見つけてしまったんで紹介したいと思います。1つ目、ニョンバーの本名はグロリオーサ、言いましたね、うん、このグロリオーサの由来はグロリオーサという花が元であると僕は考えています。ワンピースってね、女性花の名前になるのが多いもんね。そのグロリオーサは犬サフランカと呼ばれる種類の植物なんですよ、うん、グロリオーサの花には犬という言葉が隠されている、うん、ヤマトの食べた悪魔の実の名前は犬犬の実なんですよね。そうだね、ここで繋がってくると、うん、2つ目、今紹介したグロリオーサという植物は赤色をしています。それを踏まえた上でヤマトの角をご覧ください。同じ赤色なんですよ。赤だね。カイドウの角は白色なので、その子供であるヤマトの角も別に白色でもいいはずじゃないですか。そうね。なのに小田先生はグロリオサと同じ赤色に描いているということは何か意味がありそうですよ。なるほど。そして3つ目、はい、今紹介したグロリオサは犬サフランカという話をしましたね。グロリオサとは別に犬サフランという花も存在するんですよ。その犬サフランという花は紫色なんですよ。そしてヤマトが腰に巻いているやつの色は同じ紫色なんですよね。これもなんか色で繋がっているぞって。さらに4つ目、ヤマトの使う技に神速白尺という技が存在します、はいはい、この漢字に注目してください、はい、この漢字の中には蛇という漢字が含まれています。なるほど。蛇と言ったら蛇姫とかね。グロリオーサが実際に身にまとっているのは蛇なんですよ、うん、おー、まあ、蛇だね。はいはいと、はい、ニョンバーが皇帝だったアマゾンリリーと蛇はつながりが非常に深いんですよね、うん、そうだね。そしてもう一度ヤマトの技名に注目してください。神速白尺、ひらがなに直すとクジャという言葉も入っているんですよ。おー、はい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 、蛇って書いてクジャね。そうなんですよ。アマゾンリリーはクジャ海賊団なので、蛇もクジャも両方この技名に入ってるんですよ。なるほど。これは匂わせてますよね。来てますね。これらのことからヤマトの母親カイドウの夫はニョンバーだと考えています。なるほどね、はいはい、確かにグロリオーサ若い頃出たじゃん、うん、ヤマトそっくりなんだよね、顔が。そうなんですよ。あ、そうなの。似てるんですよね。めっちゃ似てんだよね。そうなんですよ。この動画いいと思いましたら、いいという意味を込めてごちそうさまです、コメント欄で書いていただいております。皆さん使ってください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回はチャンネル登録、 SNS のフォローもしてくれたら嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。ベイ。